今日はですね、皆様には数日前に公開しましたが、レディオガガのミュージックビデオですね、実はこの二人まだ見ておりません。私は見ておりますが、ドキドキ。これから初めて見せたいと思います。一緒に皆さんも楽しんでください。では再生してみましょう、はい、どうぞ。緑のってほんと綺麗なんだよね。いつも思うけど。おお、かっこいい。かっこいい。どこで撮ったみたいになってる。一人で撮ったんだもん。そう。いいね。私の髪の毛が長い。髪の毛が長い。そっか。そうなんだ、長い。おお、すごい。いいね、やっぱり。見たらいいか分かんないって言ってね。でもいいね、このなんかこう黒い中にポツンと、お、いいね。こういうことだった。意図が分かんなかったもんね、撮られてる時はね。どうなるんだって。これいいわ。この画角すごい。びっくりすんな。みさちゃん長い髪がもう見慣れなくなっちゃった。そうだね、しばらく結構長かったんだけど。そうだよね、でもこれね、ちくやで今もう楽しそうね。聞いてる時に絶対出さない表情を出して。この配置もいいよね。拍手してるけど話すね。これ楽しすぎたよね。どうなるの、一人でいいさ、私は。そう、なんか私も適当に遊んだりしてたけど。いいね、綺麗。かっこいいって来てからのあのなんかね、どっかのシーンで丸ごとあれなのかなっていう想像してたから。あ、そうね、確かに。どう使うかね、分かんなかったからね。ここの緑のんだっていいですけど、見たいわ。もう一回ちょっと巻き込みしたい。どこで遊ぶ考えちゃう。
なるほど、最後までね。そうなんです。すごい、こういう感じでございました。いかが？素晴らしい。初めてですか。ちょっと数箇所見直したい。見直したいのはね、あの皆さん見直していただきたいんだけど、ね、うんうん、あのこうなってるっていうのは一、うん、人ずつ出てきたじゃない、タカ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 の綺麗の時の松浦と花江がもうどうしたっていうぐらいこうやって向くの。あ、自然と。そう、自然と、私はこっち行くし花江ちゃんあっち行くしで、狙ったかのようにね。それはもう10年、この10年の積み重ね。これだから本当に撮影の時は一人ずつ撮ったんですよ、うん、4人一緒に撮ったのは、うん、あの変な座ってるあれしかなくて、一人ずつバラバラで撮ってるんだけど、一人じゃない風を装って弾いてる。でも多分ほら、うん、コンサートでね、何度もやってるから、その時の多分体の癖っていう、そうなのかな。すごい面白いと思って、うんうん、あそこは見ていただきたい。予想のが大変だったんだよね、初めましてだったからね。一人で撮って、しかもどこ向けばいいのか。そういうことよ。そうなの。そう、前向いてるしね。そうなんです。初めてでしょ、ミュージックビデオなんて撮ったの。そうですね。まずそれが初めてなのに、うんうん、突然一人で弾けちゃう。もうドキドキです。で、言われたんでね、あの松浦さんとか花井さんがいると思って弾いてもらっていいですか。初めだからずっと、そうなんだ。おーいって感じで。そうなんだ。そう、でもなんか、ね、まあ本番でやった雰囲気をちょっと思い出しつつ、うんうん、なんかファースト見たり、セカンド見たり、そう、頑張ってた。あの時ね、すごい頑張ってた。こうやって覗いてた私は。あれっつって、ちゃんといるように見てる。そう、ね、ここはここはリサさんを見るんだっていうのがね、難しそうだよね、フロント3人はね。そう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 、何もないから、そういうのが。そうね、ピアノはそうだね、常にね、特に気にしなくてもここの雰囲気で感じてるからね。そういうの常々、ね、大変そうだなと思って。そう、だから私もすごい、うん、いつも想像して弾いてるから、うん、基本こっちだけど、うん、そうじゃない時とか、ここは確か鼻糸笑ってたなとか、すごい気持ち悪いんで、一人で笑って弾いてるみたい。あの場所はかなり気持ち悪いけど、そうやって撮ったのが、うん、ああなるんだね。素晴らしい。合成というのかなんていうのか。いや、素晴らしい。こんな、ね、うん、ことになってるとは。ねえ、かっこいい。そしてやっぱあれですよ、気になる気になる。あの4人座ってるあれは何だっていう。何なんだあれはっていうね。あれはでもちょっと真似したんだよね。そう、もともとのクイーンのオフィシャルミュージックビデオに車に乗ってるのが出てくるんですよ。でこうふわって走ってくるのとかをやってみようっていう、あの三影さんっていう撮ってくださったカメラマンさんのアイデアでやってみようってなって、みのりんは普通に連弾みたいね、私と連弾みたいに座って、で車がピアノになってる。そう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 、で後部座席に2人が座って、もうこれはね、何の指示もなかったの。とにかく一曲踊り切ってください。踊り切ってくださいの。本当に何もなかった。楽しそうにしてください。緑も弾いてもいいし、弾かなくてもいいし、うん、とにかく楽しく踊っててくださいみたいなのが、一曲なんか何してるか分かんないですよね。本当にね、分かんないけど、楽しいみたいな。ね、なんか踊るのもね、ネタが切れちゃう。なんか初め後ろの2人さ、なアメリカのハイウェイ走ってるオープンカーの2人みたいな感じでね、イエーイとか言って、なんか違うなみたいな。うまく切り取ってくださっていたんで、なかろうかと。あれ1本だけっての見てみたいけど、怖いけど、それだけね、怖いけどちょっと見てみたい。うちらがずっと踊ってるやつ。なかなか面白かった。で、あれはね、こう。はじめこう眩しいところから日が差してきて、うんうん、ああ日が落ちて終わってしまうみたいなのを一応表しているんですけど、うちらの演技力でした。それは本家は違うよ。本家は違う、本家は違うけど、なんとなくイメージ的にね、始まりと終わりってそれだったんだけど、後付けでそんなこと言われても。いや一応言ってたよ。でも演技力のなさを私は痛感して一回閉じたい。あざとらしいかもしれない。あざといやつ、最後のうちらが、あーもう大根役者みたいな感じだったけど、楽しさは伝わったかなっていう、うん、楽しかったです。そしてかっこよさも伝わったんじゃないかなという、いいね。ぜひあの言ったとこ見返してく。あとみのりんの手が好きって言ったのは、タカ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 ってやってるあの左手とこの右手の交差がかっこいいから見てください。いっぱい見てください。いろいろ ね見返して、何回でもなんかそこだけ見返してもいいから、みのりのそこだけ見返すと。そこだけなの。全部ね、全部何でも見て楽しんでください。
ぜひぜひ何回も見てください。楽しんでね。